はい、今回は初心者が避けるべき、3つ、初心者が株初心者は避けるべきだと考える、私が考える、3つ、紹介したいと思います。まずはまずはっていうか全部出しちゃいますね。これですね。指定株ですね。まずは。指定株。次が信用取引。で、最後が大勝負と、一つずつ説明したいと思います。で、まず指定株なんですけど、指定株っていうのは、ゲームっていうか、マネーゲーム株ですね。今で言うと、アンジェスって会社ですね。アンジェス。エクストリームとテリロジー、今はこのアンジェスって会話ですね。これ昔前ウルフ村田さん、東大出身の方で、うんと知名度のある、まあ、壁やってる人だったら大体ほとんど知ってると思うんですけど、結構こう自分で紹介されて、で、その、なんていうかな、その株が話題を呼んで、指定株になっていくような、そういう感じなんですね。なんていうかな、こう、やっぱり、ウルフ村田さんだと知名度があるんで、で、今週はこの株が上がるなんていうと、やっぱり、信じてる人は買うわけですね。で、なんとなく、こう、指定株みたいなのが多いんですね。まあでも、指定株だと本人は思ってんだかよくわかんないんですけど、それは。でも、私なんかが見ると、こう、なんて言ったらいいんだろう、こう、実際にこの会社で、こう、利益が立ってくのかなっていうのは疑問な会社が多いんですね。まあ、ずっと赤字とか、アンジェスも赤字だったと思うんですけど、なんか新しいことやってるんですね。で、まあ、まあ、私は指定株だと見てるんですね。で、今トレード数もうんと多い株、銘柄なんですけど、この前2500ぐらいまで上がってて、倍ぐらいに多分なってたと思うんですけど、瞬時に。で、前々から言われてたんですけど、で、こういう株は初心者は手出さない方がいいです。わかんないんですよね。で、カモにされる可能性が非常に高いです。で、こう、ガンガン上がってくんで、それ見てると買いたくなってくるんですね。で、飛び込むと、それが終わりだったりするんで、その瞬間にガーンって、この前下がってましてね。そんな感じで、餌を撒かれてて、で、初心者の人が入ってくる頃にはもう遅いんですね、大体いつも。で、まあ、そこで、引っこ抜きがされるなり、利益確定、売りがあったり、っていう感じで一気にガーンってなるんで、こういうのは値幅が、すごい早いんで、初心者の人はカモにされる可能性非常に高いです。まあでも、それでもギャンブル的な要素を考えて、それでもチャレンジしたいって方はいいかなと思うんですけど、一気にこう、儲かるんで、そういう投機的な考え方、ギャンブル的な考え方でやる分には、最初慣れるまでは経験が必要だと思うんですけど、それはいいかなと思うんですけど、
私はこれ避けるべきだと思ってます。これなんつっても分かんないです、発揮種って。有名な投資家200億円以上持ってる資産ですら、今ガンって下がった後もう分かんないって言ってましたね、ツイッターで。だからそれぐらい難しい銘柄なんで、避ける方がいいと思います。で、他にはエクストリームっていうゲームの会社とか、テリロジーっていう、これもよくわかんないですけど、よくわかんないような会社が多いんです、指定株は。分かっちゃうと、こう、見積もりとかなっちゃうんで、分かんなければ分かんないほど、ゲーム株にはなりやすいかなと思います。あとは、昔は、なんていうかな、MT ジェネックスって会社があったんですけど、で、このお衣装っていうのがですね、だいたい預かり金の預けて、証拠金の、証拠金かわかんないですけど、だいたい 20% ぐらいだと思うんですよね、まで損失が膨れちゃうと、これが来るんで、マージンコールっていうみたいですね、英語だと。これが来ると、次に、その、証拠金、保証金を、お金を入れないと、その損失が出てる場合、まあ、買いで入ってれば下がっちゃった、株価が下がっちゃった。売りで入ってれば株価が逆に上がっちゃったっていう。それでまあ 20% 以上損したりすると、証拠金の、ちょっと説明が悪いですね。信用取引は、株とかを担保にする金額なんですね。担保。担保の何パーセント割れると、こういうお衣装っていうのが来るんですね。で、このお衣装っていうのが来て、その、いつまでに、その 20% 持ってる資産の担保みたいなのの 20% ぐらい割れちゃったんで、その、決済するなり、保証金を継ぎ足すなりしないと、強制的に決済されちゃう。だから、保証金を、これ買いで入ったとしたら、下がってって、
下がってて下がってて、うーん、でこれ以上下がるともう向こうとしては証券会社としては借りて貸してた金が回収できないと困るんで、ある程度下がったとこで決済して回収したいわけですね。ならそれが、来ちゃうと継ぎ足しで保証金を入れるかどうかしないと勝手に決済されて売られ買いで入ってれば売られちゃうと。ただ株ってこう波があって、あの待ってれば戻ってくる可能性って結構あるんで、なのでそれでもこれが来ちゃうと余儀なくされちゃうんですね、売られると。なのでそれを避けるためには信用取引は極力しない方がいいんじゃないかなっていう。あの決済したくないのにしちゃうってことはもう戻ってくる可能性もあるかもしれないのに、損失を出さないといけないっていうことになっちゃいますんで、うん、まあよほど自信がある、自信があるってか、まあそうですね、まああのまあ避けるべきだと思ってます。で信用取引しなくても儲かる人は儲かるんで、まあ BNF さんっていう、 BNF さんっていう300億200億以上は確実に稼いでると思う。日本で多分一番だと思うんですけど、投資家の人はあんまり信用取引やらないみたい、あんまりっていうかほとんどやらないみたいですね。なんで、まあ空売りは別として、仮に信用取引やらなくてもそんぐらいになるってことなんでいいかなと思います。あの200億以上、もう一人のシスさんは信用取引結構やるみたいなんですけど、で次は大勝負は避けるべきっていうのは、ですね、これ説明が難しいんですけど、まあできるだけ、大勝負みたいなのはかけない、資金をいっぱいかけるとか、まあかけてもいいんですけど、まあなんつったらいいんだろう、まあ怖い銘柄っていうのがあるんですね、株の中には。あの、だから怖い銘柄は、まあ儲かる可能性は高いんですけど、怖い銘柄っていうのがあるんで、中には。例えば、指定株になってるやつとか、あと、まあ儲かる可能性もあるんですけど、ゲーム関連会社とか、ああいうのはちょっと動きがすごいんで、まあ、最初でいっぱい損出しちゃうと、そんだけで多分嫌になっちゃったり、難しくなってくると思うんで、できるだけ、様子見ながら、まあ、ボクサーが1ラウンド目とか様子見るのと一緒で、長く見てる方が絶対強いと思うんで、最初からゲームがこう決まっちゃって終わりになっちゃうような勝負は避けた方がいいなと。だから、PBR、PR 低い株で、とりあえず様子見るとか、まあ、それも、まあ、ずるずるいっちゃう場合もあるんですけど、加熱気味の銘柄とか、で、なるべく、なるべく相場に長くいられそうな感じで、まあ長い目で見たときに儲かりそうな、まあ一概に言えないですけど、トヨタとか、トヨタも場合によっちゃわかんないですけど、でもトヨタあたりだったらあれだと思うんですけど、まあ、そうですね。これ一概に言えないな。一概に言えないんですけど、まあ、怖い株に手出さないのと、怖い株に最初からいっぱい入れないっていう感じですね。当たり
外れの多いとか、廃れるのが早いとか、そういう、ちょっと、難しい、わけのわかんない関連の株っていうのは結構怖いんで、AI だったり、ちょっとわかんない会社上がる可能性もあるんですけど、まあ、そういうのをちょっと避けて、相場に長くいられるようにするっていうのも手だと思うんで、なんで、まあ、この動画撮りました。うん。して株は避けると。信用取引も避けると。で、できるだけ相場にいると。まあ、そんなところを、がいいんじゃないかなと。で、できるだけこう、波があるってことを、最初のうちは理解するといいと思います。どっちか一遍に行くっていうことはないんで、必ず、潮の満ち引きのように波があるんで、それを最初に理解されるといいかなと思います。はい。じゃあ、こんなとこで、はい。じゃあまた、はい。